そして今日は開幕投手同士の投げ合いという要素もあったと思うんですが、実際どうでしょう、意識というのはあったんですか。本当に戸郷選手はいいピッチャーなので、本当に僕も点を取られないように必死に投げました。特に今シーズンは2年ぶりの開幕投手を務めて、開幕投手として過ごしていくシーズンですよね。これというのは心境はやはり違うものですか。やはりカード頭を任される以上、しっかりと長いイニング投げて、先発として役割を果たすために、バッテリーでしっかりと試合を作っていきたいと思います。さあ、これでまたチームに勢いを与えることになりました。次の登板に向けてもぜひ一言お願いします。次回登板もしっかり勝って、雄大のおかげと言えるように頑張りたいと思います。1点目。